すごい。あ、ゆっくりやな、こうやって見ると。止まった。止まってるね。あ、止まった。見えてきた。いやマジで行きたくねえ。やっぱ並んどるもん。やっぱだめ、これだってインパクトすごいもん。これをみんな楽しみに来てんだな。やっぱ全然やりたくねえ。どうしよう、怖い、死んじゃうかもしんない。絶叫吊り橋、はあ、怖いよ。え、見て、参加者同意書が必要ですって書いてある。いやこれ怖くない？同意書書きます。そうですね、同意書。ベちゃんギリギリです。ベちゃんギリギリ。ベちゃんコンプ。ベちゃんコンプ。行ってきます。頑張るんだ。おいな、無事に戻ってきてね。待ってるよ。死なないように頑張ります。楽しみ。サイコちゃん頑張れ。初めの一歩。はい、ここからは全然声が聞こえないのでアフレコしまーす。はい、にゃんまりさんとレイちゃんで、レイちゃんってなんか自分で言うのかな。あ、すごい渡ってますね。そう、これ本当に1本目が本当に怖かった。あ、1本目、まあそりゃそうですよね。そう、第1本目がもうあと、あ、もう1本目終わっちゃいます。もう1本目終わっちゃう。よい確かに1本目でもみんな最初の一歩ら辺は怖そうだけど、そうそうそう、半分以上行っちゃえばもうスイスイ、意外と安定感ある、うん、スイスイ行ってます。スイスイですか。問題なく渡りきりました。これが2本目、2本目ですね。2本目はね、サイカ、サイカちゃん頑張れ。確かにやっぱ応援したくなるな。確かに篠様がめっちゃ応援してるんだよね。頑張れしか言えないから。戻れないし、戻れないの怖い。戻れないし、そっか、方向転換できないんだ。でも止まるのが一番怖い。さくちゃん交互期待ですね。ちょっとこっからよく、あ、そろそろ、そうで真ん中がな、そろそろ真ん中、真ん中が一番ポイントだな。おお、すごい。あ、ゆっくりやな、こうやって見ると。止まった。止まってるね。あ、止まってる、綺麗。綺麗に。そこの時、多分、やばい、めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてるって言って、多分風も強かった。あ、そっか、風怖いな。やっぱり、サイカ超ビビってるわと思って、私行ってあげようと思って、多分十数秒後に。行ってあげようって思ったんだ。そう。親切心で。そう、親切心で、ここから多分、駆け出す、私が。
こら辺で行きますか。あ、本当に揺れてやばい、なんかやばいかも。待ってろ、今行くぞって言ったけど、言ったけどにゃんまりさんのこのこれによりより揺れるっていう。え、もしかして今生さん後ろが来てます？え、ちょっと止まってもらっていいですか？止まれないよ。なおさん一回、え、じゃあ止まろうかっつって止まるんだけど、止まる方が怖すぎて、あ、もうさっさと行くわっつって、早い、今すごい早いもん。サイカのお尻をかけて、もうすぐ行くから待ってて。お尻どんなんでした？それ可愛かった。可愛かった。プリプリしててすごい名古屋。プリプリしてて可愛かったですか？あ、お尻に。はい、これで、はい。お、すごい。つって。一二一二で。あ、でもこれいいかも。これ怖くなさそう、なんか。前の方が怖い。なんか後ろの人は全然怖い。確かに。あ、あ、急に早い。急に早い。一二で。掛け声しながら。いやでもこれ遅い遅いとか、私編集してて思ったけども、早く歩け人の気も知らないで。ああ、集合写真です。集合写真撮りました。これも怖かった。いい景色で、これがもうリタイアゾーン。これやばくないですか？やばい、この3本も怖かった。ワイヤー綱渡りじゃん、だって怖かった。あ、怖い。で3本あるやん、はい、で真ん中行くと安定感があったのに、あえての両側の、あ、真ん中を1本渡った方が良かったってことですね。そう、真ん中、私真ん中だけで行って、全然なんか猫になった気分。そうなんだ。スイスイスイとか。確かにさやかちゃんなんかガニガニ悪いってた気がする。はず2本の方が多分怖かったと思う。なんかもう一回見返したくなってきた、そう言われたら。あ、上手ですね。でも砂渡りとか。いやでも怖い。あ、終わる。終わります。あ、ここがまた怖いね。確かに。真ん中どうやって浮いてんだみたいな。確かに、どうやって出るのこれ。つら下がってんのか。あ、終わっちゃった。終わりました。お疲れ様でした。急に終わるアフリカ。おきゃりおきゃり。あんこ、おとりあんこ。よくやった。やばい。すっげえや、よくやったね。よくやった、本当に。強い女になって帰ってきた。イエス、イエス。いや、怖かったね。しかし怖かった。もう最初の一歩が踏み出せなさすぎて。そう。めっちゃ深呼吸しちゃった。ね。すごいことをやり遂げました。もうサイクがめちゃめちゃビビるからもうすごい怖かったわ。だって怖かった。でも逆に私より怖がってるやつがいると思ったらいけた。あ、やべやべ。足、筋肉痛。いや、なんかちょっとだけ高いとこ克服できた感じある。マジで。いやー、怖かった。もうレイちゃんとかにやらせて、マジで。レイさんやばそうだ。怖い。怖い。怖いっすか？あ、見晴らしいい、めっちゃ。わ、すげー、めちゃくちゃ綺麗。そこの山から端まで、これ全部あの千葉県一族の話。相模湖はパレシーに浮気された時に激怒してできた湖。相模湖あれ、なんかサッシーっていうなんか恐竜がいるらしい。サッシー。